白ブロス、イロハス。甘すぎない？全然甘すぎない。めっちゃいい感じ。ん？どういうことこれ？ 1% しかない iPad。もう一個の iPad 100% 高かった。100%。いくら120円とかやった。イラースって桃とハスカップ以外もあるんや。ハスカップって何？ハスカップ逆に初めて聞いた。なんかまつげめっちゃ繋がってんけど。テストも終わった。まだあと2日ある。やばい。今日決まってるってどういうこと？今日決まってるって何？ちょうどハスカップ出てきた。何のハスカップって？あ、北海道限定で売ってんねや、ハスカップって。知らなんだ。皆さん今日も一日お疲れ様です。ゆずって勉強できるの？できます。全然全然できちゃうんですよ私勉強は。すいません、それほどでも。私勉強できちゃうんです。すいません、騙されないでください。言われた。お、嘘やん。言うな言うな、みんな言うな言うな。花火上がってんの？すごいな。はい、皆さん今日も一日お疲れ様でした。本当にお仕事でしたか昨日は？お仕事でしたか。よいしょ。12時間ぐらい寝た。めっちゃいいやん。朝が今日お早いか。日曜日か。そら休みやわな。お休み何してた？みんな。今日前と同じコースにしようと思ってます。半までやって21時半過ぎからインスタライブしようと思います。ギター持ってくれるかと思ったらティッシュやった。めっちゃリップ取ってます。ちょっと赤すぎる。昼寝してたらめっちゃいいやん。あれでもゆずも昼寝したの？ちょっとなんか長いことはしてないけど勉強してた。えらい。あ、受験生か。お疲れ様です。電気焼いてた。めっちゃあるやん、現実的やな。もっちにバレたね。 あれかバレちゃった。待って、昼に焼肉、おやつにフルスタート、夜にラーメン食べた。もうカロリーの塊やん。やば。ゆうちゃんやほやほ。あ、ゴートゥートラベル利用してます。いいな。どこ行ってんの？今日はなんとなんと AK48 グループ歌唱力ナンバーワン決定戦の予選でした。イエーイ。豆って一日どのぐらい出してます？めっちゃ適当ですよ。なんかめっちゃ適当。ありがとうございます。なんか手応えあるかないかって言われたら、まあ、前よりかはあるしかな。1回目の時よりなんか落ち着いて歌えたかも。めっちゃお疲れ様、ありがとうございます。なんか1回目の時はさ、初めてでさ、ちょっとめっちゃ前のこれ初めてでさ、なんか何が正解か分からへんし、
どう歌ったらいいんかとかも全然分からへんかったし、とりあえず無我夢中に歌おうって思ってただけやったからあれやけど、今回はまあ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 歌えたんじゃないかと思います。何歌ったか聞くのまず秘密です。まだめっちゃしちゃうのこれさらっと、まあ何歌ったかはまだ秘密なんですけど、楽しみにしてくれたら嬉しいです。でもやっぱね、自信持って歌えたかも。結構前より楽しかった、楽しかった、めっちゃ喉大丈夫やったと思う。でもちょっとな、ワンチャンキー外したかもしれへんね、分からへんけど、じゃ感情入りすぎてそれが一番恥ずかしいから、ほんま感情入りすぎてあのキー外した説あるおもろい。なんかもう気持ちよくて歌ってる時、ほんまに久々にめっちゃ歌って、あんな感じで生演奏で久々に歌って、そう、もうめっちゃ気持ちよかったほんま今日ちょっと楽しみやな放送、どんな顔して歌ってるやろでもね、まあスタッフさんからありがたいお言葉もいただいたので、いや楽しかったほんまに。緊張した、いやなんかね、まあ緊張したけどそんな緊張しやんかった、1回目の時よりまだめっちゃ楽しかったほんまに今日。まあでも、うん、まあその歌も結構ね難しい感じの歌やったから、スタッフさんが「えこれ歌うの？」みたいな感じで、そう言われたけど「歌います」って言ってそう1回目ほんまにガチガチやったな、あの時1回目はもうちょっと恥ずかしいわ。なんかゆずが結構カラオケ行ったりするときに歌ったりする曲で、なんかいつも、まあ、ゆずあんまりさ来ないとあかんけど、カラオケの採点とかってなんか信じていいんかなって思うことが多くて、めっちゃだからそう、まあその時結構その歌歌ったら高得点取れるみたいな感じやったから、じゃあ歌ってみようかなと思って今回ある歌を選ばさせていただきました。いいなで歌ったことある、まあそれも秘密ですね。いやこんなさ自信、ほんまそうやで、まあ、今日自信に満ち溢れてる顔してるって書いてる、こんな自信に満ち溢れた顔してマジ予選落ちたら一番恥ずかしいからあの予選落ちたら笑ってあげてください落ちたとしてもそれが無駄になるわけじゃないから、すっきりした顔してさ、めっちゃすっきりした、ああどんどん可愛くなってる、嬉しい、ありがとうございます。カラオケの採点と人が採点するの、そうやねん、違うねん、まあね頑張りたいと思います。ゆずきを切る、なんか悔しい、嬉しいでもなんかねその予選、まあ通過したいのは通過したいけど、通過しやんかってもなんかねテレビ放送されるやん、だから歌えた、そうテレビで地上波で歌えたってことが私にとっては嬉しいので楽しみにしたいと思います。バカでも最初の方緊張した、歌う前は
こんばんは初見ともちんさん、こんばんは。あ、初見やっけこの人、可愛いの、ありがとうございます。頑張りたいと思います。なんかそう2回目出えへんくっていろいろ悩んで辞退したけど、3回目はもうこれはもう出るしかないと思って今回決めたので、次世代コンサートしか当たらなかった。ゆずもうね、音体いない、寂しい。ちょちょ聞いて。そう、思い出した、次世代コンサートで今日ね、まあなんかリハーサルがあったらしいんですよ。その時にダンスの先生とかスタッフさんが私が出ると思ったらしくて、次世代コンサートに立ち位置言ってる時に、誰誰誰誰誰ゆずってゆずの名前出したらしくてこれもう出ていいってことですか、私次世代コンサートに出ていいってことですか、私まだこれ次世代と思われてるってことやんな、出ちゃっていいですか私みんなえゆずいないですってなったらしい出ちゃっていいですかマジ、これみんなゆずが出ると思ってたらしい、出ちゃえ出ちゃえうん、笑ってもうたわまあドラには違うとこで目立てるように頑張ります。冠公演とかしたいし、ね、ドラには冠とかで頑張って目立ちたいと思います。しれっと出ても誰も気づかない、ほんまに7期生に混じってもいけるゆず、冠みたい、そうね絶対やりたい、ドラにで冠ライブまあとにかく楽しかったです、今日は歌唱力めっちゃ楽しかった、ほんまになんかその初めて行ったやつ1回目か1回目の時はほんまになんかもうどう歌ったらいいんか分かれへんみたいな感じやって、ずっとで本番ってリハーサルでも生演奏がすごく苦手で、ゆず生演奏で歌うのが、で練習してもしてたけどやっぱ苦手で、なんか何声喉が開けへんっていうの、お腹から声出へん、緊張しすぎてなんかもう喉ずっとってしまってる状態で、高い音出す時もずっとしまってる状態やから、1回目はほんまになんかもう高い声もすっごいしんどかったけど、そう2回目3回目か今回、まあゆずにとって2回目の生んなんだ歌唱力決定戦は、うん、リハーサルで結構ねちゃんと声出して歌ったのでいけるかなと思っております。まあね審査通るのが一番やけど、うん、審査通るのが一番ですけど、通らなくても歌えたことに意味はあるので、お59日目やった。これなんて書いてんの、なんとかやる、ごめん漢字読まれへんねん、漢字バカ弱い。59日目です。誰ミラーボール投げたほんまねえなっちゃん早い、ありがとうございます。ちょっと漢字だけあかんねえ、今日は私21時半までです、ショールームで21時半過ぎからインスタライブをしたいと思います。漢字だけ、漢字だけですよ、漢字だけは無理。まあ、英語、まあ、英語に関してはもう仕方ない、英語は日本人やもん、ゆず日本人やから仕方ない。こんばんは、こんばんは。韓国語は得意やな、得意っていうかまあ好きやな韓国語は。歌なら英語はいける子です、いけてた
この間歌った時イケてたのがいいけど、洋楽聴いていこう。洋楽な、何の歌ある？洋楽何の歌がありますか？洋楽は初音ミクで笑った。ほんまに？え、この間のインスタライブのやつ。喋れないけど、ゆずちゃん耳がいいから発音いいもんね。ほんまですか？嬉しい。韓国歌なら韓国語もいける子です。せやな、歌はいけんな、韓国語。あ、出た、オアシス知ってますよ。オアシスアブリル聞いとこう。アブリル、あ、アブリルって聞いたことあんの？アブリルラビーみたいな人だったっけ？ちゃう？こいつはちゃうか、恥ずかしいな。あ、宇多田ヒカルさんのやつですか。え、うまかった、発音。うれちいな、うれちいな、うれちいな。合ってる。さやかさん、ごめんな、さやかさん好きな人、アブリルラビーン。ゆずはじゃなく見えたもん、嬉しい。あ、昨日友達がオーマイガールっていう韓国のガールグループ消された。知ってる、オーマイガールズ。オーマイ、あ、オーマイガールか。え、え、合ってるかな。え、多分ユアちゃんって子がおるとこだと思う。知ってます。エイト、あれちゃん、香水やっけ、香水。そう、ゆず耳めっちゃいいね。地獄耳やね、ほんまに。えっとやすやん、オーマイガールって日本人の子ある？あ、うん、違う、普通全員韓国人やねんけど、ゆあちゃんっていう可愛らしい、私が気になってる子がいるんですよ。オーマイガールっていう韓国のグループで今度踊ります、体育の授業で。ドルフィン、そう、ドルフィン踊んで、今度体育の授業で踊ることになったんですよ。溺れないんですよ、ずっと覚えられん。ゆずの体育見に行きたい。ほんま、なんかもう何もしてないで、ゆず半袖に長ズボンとか、長袖に長ズボン、超体育できひん人の格好してる、つらかん。無理こう、えんって、ヨーテイト、ホーテイチックスグループ以外の、あ、なんかね、あのあれやね、ギターとかそういう演奏するなら他のあれはいいねんけど、アーティストさんは曲を使うことができひんくて、踊るから、例えばトワイスの歌踊りますとかやったらあかんらしい。覚えたら今度踊ってみて、多分絶対乗せへんと思う、恥ずかしいもん。長袖長半ズボンが体育できるイメージ、ほんまに。ジェイズ反対は長ズボンに半袖。いないならできるわよ。間違えた、できるやろ。やりません。縄跳びダンスみたいな踊って、あれは踊れんで、ゆず縄跳びダンスめっちゃ踊れる、知らんけど。そう、音源使うのがダメなんですよ。それ悔しいよな、音源使いたいのに、使いたいのに使えへん。ヤホヤホ、今めっちゃヤホってくるけど、あと私もう9分で終わっちゃうんですよ。まあ歌唱力は楽しみにしててください。多分音程外してとかあるかもやけど、そこは多めに見てください。ワンちゃん表現力とか見られてるかもしれへんから、
え、暖房やん、熱っ、暑いなと思って、めっちゃ変な汗かいてんなと思った、ずっと。熱っ、めっちゃ熱い、びっくりした今。今日暑ない、ちょっと。よし、じゃあもう23分なので、あの歌を聴いてもらいたいと思います。で今日ちょっとな、時間なくてさ、ギターの練習する、全然だからバタバタしてて、なんか何回かやったことある曲になっちゃうんですけど、はい、じゃあ聴いてください。山本さやかさんで、抱きしめたいけど。
ました。抱きしめたいけど聞いていただきました。ありがとうございました。皆さん見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ランキング発表したいと思いますと、皆さんギフトもたくさんありがとうございます。13位サムさんありがとうございます。12位なっちゃんありがとうございます。11位キマティさんありがとうございます。10位みほちゃんありがとうございます。9位ちゃんまきさんありがとうございます。8位かいさんありがとうございます。7位みきちゃんありがとうございます。6位ナイトフライさんありがとうございます。5位トリオオヤジさんありがとうございます。4位リバルさんありがとうございます。3位のぶ太郎さんありがとうございます。2位クレパスゆうちゃんありがとうございます。1位はドルルルルダンガルゾーさんありがとうございます。皆さん今日見てくださってありがとうございました。楽しかったです。とてもこの後またインスタライブでお会いしましょう。久しぶりにスクショタイムしよう。見てめっちゃリップついてんねんけど伸びてない全然。こんなのいいのここ。ありがとうございます。見てください。また皆さん明日も、明日なあのちょっと早いかも、夕方ぐらいにショールームするので、だいたい6時半ぐらいにショールームするかもです。じゃあねみんな、ご飯だ。ありがとう。この後インスタライブでお待ちしてます。